常勝ジャイアンツの頭脳としてその力を発揮した。光と影の関係の2人は共に巨人の黄金時代を築き、ついには前人未到の大偉業9連覇を達成した。そして20年前のあの日を迎える。私は今日引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。長い間皆さん本当にありがとうございました。5万の大観衆で埋まった後楽園球場、スーパーヒーローが涙で握手を交わす選手の中にも、この日限りでユニフォームを脱ぐ男の姿があった。最後まで日向と光、しかしその後2人が指揮官としての道を歩み始めると、スポットライトの向きがガラリと変わった。長嶋は監督として栄光の座につくことはなく、一方の森は驚異的な勝率でなんと6度の日本一に輝き、シリーズの神様とまで言われる大監督となった。どこまでも逆の立場を行く2人、それは野球の違いにもはっきりと出ている。V 級の頭脳森は基本に忠実なセオリー通りのデータ野球、さらに徹底したデータ主義で、時にその慎重さが非常とも言われる采配となる。しかしその森コンピューターを混乱させる男がこの長嶋である。10月1日、テレビに映ったその光景に森は目を疑った。2点リードの7回裏、ノースリーから長嶋が動いた。このセオリーから外れた攻撃に森は頭を抱えた。しかし長嶋のカンピューターはさらに複雑な動きを見せる。中日との大一番を2日後に控え、1点リードでなんと決戦に先発するはずの牧原をマウンドへ送る。答えはチームにとって最悪の結果と出た采配だが、森コンピューターにとってこれほど厄介な問題はない。2人の野球観は天と地ほどの差がある。光と影、水と油の関係の2人。現役時代からそれぞれの立場で歩んできた2人が、20年の歳月を超えてついに相まみえる日が近づいてきた。長嶋初の日本一か、それとも王藤田とかつての領有を撃破した森が3つ目の獲物を仕留めるのか。